みんなの推し競走馬語ってほしい、に対する視聴者の反応集。推しの競走馬の好きなところと推しになった経緯を教えてほしい。現役でも引退しててもどっちでも OK。画像は自分の推し。主と推しが同じだった。豪快で力強いレース運びだけじゃなくて、食いしん坊だったりカメラに寄ってくる面白いところもドウデュースを好きになった理由。ダービー終わったあたりから大好きだったけど、囁かれた様々な不安をすべて振り払うような京都記念の快勝でもっと大好きになった。弥生賞でなんとなく名前に惹かれて馬券買った。菊花賞で親父に捧げるあれこれ見せられる。推しになった。別に読んでたわけじゃないんだけどジャンプに触れ出した時期に名前を聞いた。気になって動画を見た。ドバイだった。脳が焼かれた。馬娘で推しと出会って実馬のこと調べて最初は親父と同じ枠番同じ馬体重で父娘ダービー制覇だなんてすげー。になって、さらに戦績と走りとライバル関係でもっと好きになった。引退後のこと含めて全部好きですけど5歳の時の推しが一番好きなんで馬娘における推しの孤高の女帝モードが見たくて仕方がない。ゴールドシップ推し。ディープ声だの、平成の CB だの、マックの息移しだの、過去の名馬に例えられてたけどそんなの全て置き去りにして黄金の不沈感ゴールドシップになったのが大好き。内パクが神様の使いっていうのわかるし、オーナーが必然と言い切ってるのもいい。とりあえずラフィアンとオーナーと内パクへのダービー勝利を頑張ってくれ。内パクとは JC もとれ。コントレイルが推しです。最初は可愛いってだけで好きになったんだけどコロナ禍での異様、あんな可愛い顔して絶対に抜かせない根性、どんな声にも負けずにラストフライトで全てを黙らせるかっこよさに惚れました。ちなみに未だにコンちゃんがパパになったことも童貞を捨てたことも受け入れられません。ファントムシーフ。何の事前情報もなしにふと見た時の新馬戦で解消しててなんだこいつと思って血統を調べたら、芸術品みたいな狂気的な血統で惚れ込んだ。メイケイエール推しです。最初は個性的な馬がいるくらいの認識だったんだけど気づいたら好きになってた。きっかけが自分でもわからない。真面目で一生懸命になりすぎるだけで空回りしても心の底から、頑張れー、って応援したくなるんだと思う。視覚的なところだと、顔の可愛さやスタイルの良さ、足の長さ、も大好き。今年3歳牝馬のブーラ、父ブラメンテ、母父キングヘイロー、およろしくお願いします。その魅力はなんといっても4戦すべてで上がり3波論最速を叩き出した末足。次走は桜花賞トライアルとなるチューリップ賞。ライバルは手強いですが、ぜひブーラの応援をよろしくお願いします。2022年皐月賞に、北三ブラックは馬娘前から名前も親の影響で知ってて何となく北三ブラック3区のイクイノを推すことにしたんだ。皐月賞はジオグリフ君に負けてダービーはドウデュース、武豊の思いには勝てなかったんや。その時余計イクイノックスに入っ着を取ってほしいという思いが強くなったんだ。長い夏を挟んで運命の天皇賞秋。大逃げを仕掛けたパンサラッサをゴール盤でかわしたのはイクイノックスだけだった。思わず号泣した。イクイノックスのおかげか黒影とエクレアボンブという姓が好きになりました。昔にブチコで競馬に興味持ってその子供が走るって聞いて応援し始めたけどあの白い馬体が競ってる姿で好きになったね。競馬場行くくらいには惚れた。カレンブーケドールちゃん。20ジャパンカップで三冠馬たちに食らいついていった最終直線は世界一まばゆしかった。ウォーターナビレラ。母父キングヘイローの馬を追っかけ始めた頃、新馬とサフラン賞を前目から上がり最速で2連勝した馬が KBS ファンタジー S を走るとなって、こいつ強いんじゃ?と思って期待をかけたところをしっかりと買ってくれたのが始まり。スタニングローズ。秋華賞で本命にした。ジョッキーとの逸話も合わせて大好きになった。もう一度先頭でゴール盤を駆け抜ける君が見たい。ムッキムキな馬体もゲートぶち壊しちまうパワーも真面目ゆえにレースに入れ込みすぎるところも不器用なところも、頑張り屋さんでいつも一生懸命なところも元気いっぱいなところも、JANV 投資きっとくゆ大好きチュッチュ。綺麗でシンプルな名前からは想像もつかないレースをする彼が好きです。出遅れ、かかり、暴走。重賞勝ちこそ菊花賞しかなかったけどその菊花賞が本当にかっこいい。台風直撃、豪雨で泥だらけになりながら視力を尽くして掴み取った栄冠、大外から一気に束を抜き去っていく姿が本当に勇ましくて好き。インテ、インテインテ、インテ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 、インテ、インテ、
インテ、インテ、インテイー。最初は馬娘から競馬を見始めた自分にとってはなんか普通より小さな馬が G1 にちょいちょい出てきてる、それくらいの認識だった。でもそんな彼女が秋に自己条件に戻っての阪神3000メートル戦でゴール直前で力強く抜け出しての勝利、そして重賞でもメインレースでもないのに上がる歓声を見て聞いて初めて心から、応援したい、って強く思ってしまった。7歳になっても可愛くて一生懸命なメロディーレインちゃんをよろしくお願いします。ダノンスコーピオンが推しです。ある週末何回は囲まえないかなと思って新馬戦のパドックを見てたら一頭ビビッとくる馬がいたんだよね。俺の金銭にがっつり触れて一目惚れしてしまった。それがダノンスコーピオンだったんだよね。その後はハイエースで後の G1 馬キラーアビリティを任したり朝日杯で3着に入ったり実績を積み重ねながら、アーリントンカップで初重賞制覇、そして NHK マイルカップで G1 勝利。NHK マイルで勝った時は競馬を見始めてから初めてガチで泣いた。虚弱体質なのに、出走馬前頭が泥に足を取られててもその中で泥にまみれながらその後の競走馬人生の全てをかけてダービーを勝ったのがとてもかっこいいと思った。その後回避を繰り返して出走しても鳴かず飛ばず、挙句は全然出走しなくなって世間からネタ馬扱いされて、最後の札幌記念では大差のしんがり負けしたのは涙が出てくる。アスクビクターモア。ハイペースのレースでも崩れない、長く持続する足が特徴で、菊花賞ではその持ち味を遺憾なく発揮している。日経賞はどうか彼を応援してほしい。シュネルマイスター君。毎日王冠を見て惚れました。若干出遅れてたのに、最後の足がすごくて、それから色々記事やレースを見直したり調べたりして気づいたら大好きになってた。タップダンスシチー。競馬を見始めたのが2003年からで、その年の宝塚記念に2冠馬ネオユニバースが出るなら買っちゃうでしょって思ってた。結果はみんな知っての通り。ただ速くて強くて実績がある馬が勝つわけじゃない競馬の奥深さを思い知って、勝ったヒスミラクルより、そんなタフなレースを前で引っ張り続けたタップダンスシチーがかっこいいなと思ったんだよね。そっから秋に京都大賞典で逃げてヒスミラクルにリベンジ果たしてからの例のジャパンカップで完全に脳焼かれました。去年の宝塚記念から入ってパンサラッサを知った。ゆるく好きになっていた時に天皇賞秋が来た。パンサラッサを生涯押すだろうなと思った。ディープボンド。G1 取ってほしいのはもちろんだが、現役屈指のロングストライドで不器用ながらも懸命に走る姿そのものが大好きなんだ。もともと2番手3番手的な馬を好きになりがちだけど、ボンドはそれ以上に馬そのものが好きだし、彼の真剣さを尊敬できると思っている。